久保さん、今回あの金麦研究所にしましょうか昨日ですねあのメンバーシップやってたんですけどまあメ,メンバーシップがお酒を一緒に飲むみたいなメンバーシップなさリモートでで赤竜をいただくみたいなね <laughs> そうまあ久保さんのねその通帳記入48万回ねなかなかですね <laughs> 回しましたね まあ何でも金にするっていう考え方が金持ちになるんじゃないですかねうん何でもお金に変えようとするなんか気持ちっていうのは大事なんじゃないかなと思うんですよ僕もお金が稼ぎたいので、あのー、常に考えてますよねただまあね普通情報商材売ってるとはコンテンツビジネスやってる人であんまりやらない動画いっぱい撮る理由ってまあとりあえず全部金にしたいんで そう1円残さず、1円残さず無駄にしたくないというか、うん。まあ動画撮るのただですからね。でもお金使うのはなくなるんですけど、動画の場合はその再生される場合もあるんで、まあ全部が再生されるわけではないですけども。で、まあラッキーだ、ラッキーで当たればずっとロングで回ったりしますんで、うん。 僕のね、あのー、なんだ、あのー、洗濯機の動画があって、洗濯機をね、ずっと回ってるんですよ。ちょくちょくちょく。で、それ、洗濯機ぶっ壊れて、買いかぶっ壊れたとか買い替えたんですけども、それが、ね、洗濯機のやつが、今3万回回ってるんですけど、この3万回回ってる動画がずーっとちょこ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 回ってくれていて、あの、広告収入がこれ、いくら、いったっけな、1万円ぐらいはいってんじゃないかな。 多分ね、1万円はいってると思うんですよね。広告収入。86ドルなんで、まあ、140円で計算したら1万円はいってると思いますね。86ドルでしょ ?140 円。はい、12000円ですかね。だから、まあ、これ、多分、洗濯機が多分3万か4万だと思うんで、 こうずっとちょ,くちょくちょくちょく稼いでくれれば洗濯機タダになりますね。洗濯機の動画で。洗濯機の動画1本で洗濯機タダになるみたいな。うん。そう。お金を使うとね、無くなっちゃうんですけど、動画はね、ありがたいことで、まあ YouTube のアカウントね、消えない限り無くならないんで、<laughs> ありがたいですよね。タダでできるし。まあ、 そうまたね、久保さん、あの昨日、スーパーファミコン久しぶりにやって、またゲーム買っちゃいました。あのファミコンを。なんか安く売ってて、中古で安く、その、ファミコンの、あの、なんだ、ニンテンド出したんですよ。その、ミニみたいな。で、その、USB で接続できるやつで、なんかその、ファミコンミニには、いっぱいもうゲームソフトが入ってるやつがあるんですよ。 で、これがね、なんか、中古で3500円くらいで売ってて買って注文したんですけど、またそれで動画撮ろうかなっていうね。ファミコン、僕もファミコンとスーパーファミコン世代なんで、やっぱね、プレステ5買うより、ファミコンでやりたいっすね。<laughs> プレステ5やるより、ファミコンやりたいっすね。プレステ5とか、なんか、ニンテンドースイッチですか、今の。全く興味ないんですよね。うん。なんか、その、 ゲームじゃないというか、なんかその、クオリティが高すぎてついていけないっていう、綺麗すぎてついていけないみたいなね、なんか、時が止まってますね。いってらっしゃい。